有限会社宮城工業代表取締役中村忠之です。創業が昭和49年。業務内容はクリモ鉄工所の協力会社として水道管の製造を行っています。コロナ禍が始まってからはなくなったんですけども、毎年夏に工場全体の従業員、協力会社の社員一斉に納涼祭を工場内でやるんですね。みんなでワイ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 やって、それが一番楽しかったですね。作業的にはね、やっぱりね、出来上がった完成品をね、見た時が一番嬉しいですかね。まず朝一番に前日作った品物を開枠でばらしてクレーンで、そこから砂落とし、抜き取った水道管をフォークリフトで運搬で、運搬後に計量して重量を測って、そこから出来上がった品物をガスカットして、そこからショット台に乗せてからショットブラスト終わったらまた運搬して、スイング作業としてクレーンを吊って研磨作業が始まりますね。そして従業員全員で一生懸命研磨して磨き上げるという作業です。玉掛け作業、天井クレーン、フォークリフト、検索砥石の交換、以上になります。できれば資格を持っている方が来てくれるのが一番なんですけども、なければ従業員みんながサポートして資格を取れるまで面倒を見てやってもらうと思うんですけども、まず大事なのは健康第一です。体力勝負なんで現場は、あとはもう休まずコツコツ頑張ってくれる方が一番向いてると思うので、そういう方に来てもらいたいと思ってます。若い方が体力的にもいいと思いますけども、体力があれば40代でも50代でも構わないので。完全に週休2日制で長期休暇あり、朝は早いんですけども、もう退社が午後3時半ということで、その後プライベートの時間はゆっくり自分の時間が持てるというのがメリットですかね。重量物を運ぶような作業はないです。大きいものは運ぶのはフォークリフト、クレーンで運ぶので、力仕事ではないので大丈夫と思います。簡単なバリ取りでハンマーを持って叩いたりはありますけども、そんな長時間やることはないので。まず最初にクリモ鉄工さんの安全担当者が安全教育を行います。その後現場に行って、私をはじめスタッフ全員で一からサポートして教えていくつもりなんで、無理はさせないつもりなので、心配せずにご応募してください。我が社へ一度来場していただいて、現場を見ていただいて、ぜひ応募お願いします。皆さんと一緒に働きたいと思ってますので、よろしくお願いします。